今週の川柳ジングル。みんなの川柳を聞きたい私が送られてきた川柳を独自の観点で評価していくミニコーナーです。それでは早速紹介しましょう。お名前鍋さんからいただきました。参ります。切らないで言い出せなくておかっぱに。美容院で担当さんとうまくコミュニケーションが取れない私の川柳。これは非常に気持ちがわかりますね。私もね、前髪こんなもんでいいかななんて思いつつも、なんかどうしますって言われたら、なんかその勢いでなんか、いやもうちょっと行っちゃってくださいみたいな、なんかお前の予想を超えてやりたいっていうね気持ちが出て、ついやっちゃいすぎるんですよね。90点。得意空の丸